さよなら。死を悟ってる。じゃあな。はい。ってことで、今日は久しぶりに、やっぱインポスター引くんだね。こういう時ね。今日は久しぶりな人たちとやっていきます。久しぶりな人たちとじゃない。どうも、明日久しぶりにやっていきたいと思います。なんだっけ。結構メインシノさんとかね、配信前に言ったんですけど、結構バケツでね、僕、スプラー2では使ってて、そう、それギアとかね、参考させてもらってましたね。チカシさんともね、なんか、プラベやったことあるみたいで、僕覚えてなかったんですけど、なんかめっちゃアドバイスしたらしいです、僕。そういえば俺、レベルよく見てなかったな。何秒かかるかとか、再キルまで何秒とか、あんま見てなかった気がする。あ、キルプールは30秒ですね。30秒。了解です。ボタンは1回ですよね、多分1人。あ、1人1回です。あ、了解です。ありがとうございました。ボタンのクールダウンって何秒ですか？あ、20秒です。あ、20秒。OK です。はい、OK です。あ、じゃあ配信チャットに書いておき。あ、お願いします。はい、ヤーマンさんか。お願いします。ヤーマンさんも入ってる。シロさんわかるけど、シロさんわかるけど、なんかヤーマンさん。わからなくていい。うん、そう。スプラ1の時に、なんか、めちゃくちゃなんか、アドバイスしてもらって、みたいな。これでなんか、今の、僕は、センターさんでできてます、みたいな。ええー、って。まず、そのさ、裏部やってて、アドバイスしたとかあったっけ？まあ、すぐアドバイスするからな、僕。ええー、みたいな感じ。かわいそうなヤーマンさん。ヤーマンさん。ヤーマンさん。停電前に。え、ヤーマンさん見た人いないですか？あ、見てます。僕が最初に金庫にラブタさんと入って、うん、2人で出た時に宿舎から金庫の方、逆やったかな。昇降機から宿舎の方か、宿舎から金庫の方忘れましたけど、そっちに来るヤーマンさんがおり、うん、その時に停電になって、僕は登って、ヌーンが左にあったので、ラウトさん直してくれるかなと思いながらボタン待機してました。うんうんうん。で、結構すぐ直ったので、すぐボタンを押してって感じです。はい。多分もう直前ぐらいですよね、多分じゃあ。そうですね。直前、まあ、5から10秒。暗くなってから、うん、5秒ぐらい、うん。暗くなる前くらいに見ましたね、だから。そうです。心電図見てたんですけど、停電して5秒後に。はい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 。うんうんうん、え、チカシさんって今どこにいます？ちなみに。ですね、メインホールにいます。ああそうだね。なんかヤーマンさん、チカシさんがメインからエンジンに来て、自分がエンジンからメインに入った時、はいはいはい、はい、ヤーマンさんが多分宿舎に上がってったの見てます。それそうですね、上がってったと思います。ああ、じゃあハチケンさんが最新っぽいですね。停電直した人誰ですか？あ、誰もいなければ私が展望で直しました。んじゃあ無理そうだと思う、それはさすがに。うんうん、あ、シロン視点、廊下男女見てるんで無理だと思います。なるほど。なるほど、なるほど。つまりは、リュウ君は？え、あ、俺、バジェさん見てました。あ、本当ですか？手で、シェルド、あの、下で、なんか、俺がついたら治ってた。あ、ました。最後いたかもしれないな。なんか、なるほど。かも。はい。かも。したい。てか、最後見たのどこでしたっけ？寄宿前？宿舎前っつだろ。宿舎前です。まあ、ベントがエンジンにあるんで、まあ、キッチンからとかはまあありえますよね。うん。うん。センターさんは？僕は、メンシロさんとずっと一緒にいたので、はい、お互いアーカイブで、なんか本片付けてました、一緒に。はい。図書委員でやってました。図書委員でやってて、停電中もずっともうほぼ一緒にいたんで、はい、無理です。この殺人には関与できません。はい、ラブトさん、どこ行ったんですか？ラブカスは、ハシケンさんの後をついていって、で、ヌーンで乗って、右に行ったら停電が直ったので、また左に行ってます。それで終わりです。あ、投票。ミーティングいるときって、ヌーンの音聞こえますっけ？下だったら聞こえます。うん、ヌーンの音は聞こえなかった気がしたから、ちょっと疑ってます。位置見たらいいんじゃないですか？この後。でも、戻ったって言われたら、ちょっと位置は変わってないから、なんとも言えないかなと。OK です。その辺の扉は全部私が開けてます。ほとんど暇が、あんた、運命して。ほとんど暇が、あんた、運命して。
エボノードキング。お前、見た。あんま入ってない。うん。あんま読まない。うん。あれ、発明したいなーって、みんななって。どうしよう、どんぐらいの出力できるんだろう、今日。どっか。はい、なら。伝えある。うわ、めっちゃしえぐー。おやおや、どうしてこんなことに。え、やばいな、これは。誰か見てないですか、3人と。はい、1個だけ情報あるんですけど、最後の停電あったじゃないですか。直したのは僕右なんですけど、はいはい、右のあの倉庫の、うんうん、貨物室かのところに直したんですけど、その直す前にバイタル見てて、下から、電気室から診察室でバイタル見てて、最後の停電入る前から、団長だけ死んでました。だから最後の停電で、しかし、ハシケンさんが多分死んだのかなって。ああ。しかしさん見た人いないですか？しかしは見ましたけど、その、見る前、俺がバイタルを見る前、電気室で、あ、じゃあ初手ですかね。1回目の停電が入るときに、電気室で見ました。あ、茶色のラブカスなんですけど、1回目の停電前か後かぐらいに、メインホールでしかしさん見ました。なるほど。うん、じゃあみんな右側かな。もうラブカスはね、釣っていいと思うよ。カメラでアーカイブでクロチャが直前いたのを見てるけど。なるほど。え？っていうこと？いや、アーカイブ、うん、10秒前ぐらいにアーカイブでクロチャらへんが確実にアーカイブにいたように見えてる、カメラで。それはいつ？だから10秒前だって。10秒前？あ、これの停電中ぐらい。あ、もうこのレポートのボタンか。アーカイブとシャワーにはラブカスしか行ってないから完全に対抗です、シロンさん。なるほど、はい、鬼は2ですもんね。鬼は2、あと初手がもう残ってるのラブカスしかできないと思うけどな。あ、うん、確かに。名刺のさん、先端さんで、うん、リュウ君、バジュマルだったらもうラブカスじゃなかったらもうどっちかにロしか俺目線見えない。うん、がシロンさんが鬼がどっちかだから、シロンさん初手どこにいたの？初手はルオカ団長とバイタル見てる。見てないな、シロンさんはさすがに。それってローカさんから呼ばれてるっけ？団長はどうか知らないけど少なくとも反論はしないから認めてくれてると思ってたけど。投票入れますかこれ？でも、いや、入れないとまずい。あ、さっきのターン、リュウくんさんとシロンさん一緒にいましたもんね。いた、左下にキッチン、青、水色、白だから2キルは取れない、この3人は。なんだ、バイバイラブちゃん、シロンさんまで来てほしいよ。もう一は先端さんかなってちょっと思ってます。先端さん最後エンジンのとこで会いました。どんぐらい住んでるだろうな。人は別の人？マジか。
だったら、いやだったらリュウ君白になるけどね。ああびっくりした。そうだな、どっちかだな。一応白アピをしておくとラブカスって今4人ってことは1連れてます。うん、うん、そうだね。で、いや、うん、そうだね、そうだね。うん、おすきりゅうくん、俺たちこれ頭をこれ集結させるしかない、これ。シロンさんは、りゅうくんさんができないって証明できるって感じですか、今回。今回は分かんないっす。あ、今回分かんない。けど3キルの時は少なくとも2ローとも1キルは必ずしてると思うので、時間的に。リュウ君どうなんだろうな。いやけど左下で、白、青、水色がいたから、まあ、まあどこで死んでるか分かんないですけど、下一つ曲がってないんで分かんないけど、ピンクか赤かなとは思ってます、自分目線は。ああ、いや情報がなさすぎて、まだそう、確かにそうだな、うん、結構パッて死んじゃったからな。しかもこれタスク終わらないですよね、これ。タスクは終わんないでしょうね。シロンさんじゃないから多分。でもメイシロさんだったら、でもアーカイブからずっと2人だった時にキルするかなって思うんですよね。あ、結構キルチャンスはあったんじゃないかなとは思いますね。あの1キル目の時です。はいはいはい。ゆうくんだったらもう負けでいいです。まあ、それは前中カメラ見てたけど何もいませんでした。りゅうくん結構俺なんか潜伏してるかなっていうのはあります。ええー、僕じゃないです、本当に。ここ3チロンさんはりゅうくんさんを白く見てるんですか？ 3 キルの時の話ですか？ 3 キルの時は、まあ、白く見てますね。3キルの時はリュウ君どこだったんだっけ？ 3 キルの時バジルさんとシロンさんと行動してて、その後ちょっと分かれてシロンさんと一緒に監視カメラ見てて、うん、最後の停電で絶対2キル入ってるから、2キルは絶対にそのラブカスしかできないと思ったんで釣りましたけど、あの停電のタイミングで別れたのなら全然リュウ君もありえるかな。いや、全然まああり得るけど。これ入れました？これ。いや、もう一個押してもいいかもしれない。ああ。いや、一応スキップ入れたけど。え、ボタンあります？あります。あります。押してほしい。はい。アーカイブいきます。あ、じゃあ、米様いきます。待ってたらいいや。トゥ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 簡単な話を聞きたいかな。どっちかっていうと、メンシノさんとセンタンさんの3キルの時の簡単なムーブを聞きたいですね。あ、3キルの時は、俺は一回言ったけど、そのエレクトリカルに近しがいたのを見て、でそこで1回目の停電。で、エレクトリカルでタスク中に終わって、診察室に行ったら団長が死んでた。まだそのタイミングでは、近しと橋健さんは生きてた。で、そこからもう1回の停電が入って、貨物室で直して、で、なった時に死体が発見されて3人。って感じです。カメラに僕ミーティング上がるときとミーティング降りるときどっちか見てないんですか？あ、上がるときは見てます。上がるとき見てる。で、その後バジルさんが確かボタンを押したじゃないですか。はいはいはい。上がるとき見ててバジルさんがボタンを押すってことはその経路が被ってるんですよ。その降りたとしてもやれる範囲がかなり少ないと思うんですよ。うんうんうん。で、メンシロさんの情報を信じるのであればその後ダブルキルが起こってるんであれば僕がやってたらバジルさんが見つける可能性が高いんじゃないかなと思ってほしいかなと思います。確かにそれはあるか。まあけど先端さんがキルとしたらミーティングの奥しかないかなと思った。うん、あ、それはあると思います。リュウ君はどう動いてるんですか？3キルの時、3キルの時は、うん、そうですね、もう喋らないとお前するぞ。あ、ちょっと待って。ちょっと思い出した。なんかバジルさんとシロンさんと一緒に、途中一緒にいて、何してましたっけ？下、展望台の方行って、あれ停電来た時か。停
停電来たタイミングで、ん、うん、展望台の方行って、シロンさんが直してて、確かその後からバジルさんが来て、俺が展望台のタスクやって、そこでちょっと別れて、で、シロンさんの後を追うように監視カメラの方行って、監視カメラ二人でちょっと見て、シロンさんの方が先に離れてったって感じでした。いやー、で終わり？で終わり？むずいな。これ全員グレーだな、これ。ああ、議論性的な龍君が一番黒いんだよな。龍君入れちゃおう。俺じゃないよー。いや、もうわからん。いや、センターさんがな、議論性白いんだよな。あの、確かに正論なんだよ。もうこれで違ったら、わからん。負けでいいです。10秒やんな。ボタンクール。死を悟ってる。じゃあな。すごいな。いやもう3キルは無理だよ、どう考えても。強すぎるよ。マジで言ってよ。たまたま近くにいた近しりがラブカスさんに倒されたあたりで、あ、ね、終わったって思った。俺仲間になりたそうな目で先端教授さんのこと見てたのに、俺今仲間にしてよ。いやちょっと分かり合いませんでした。無理か。いやー、あのキルだけ食いたかったな。3キル、えぐいね、あれね。アーペティがうまい。いや、うまいし、キルのタイミングが。なんでちょっとなんか、ぼやぼや喋ってんだよ。もういつものリュウくんじゃない。なんか、なんかみんな正しいこと言ってるから、俺が黒なんじゃないかと思ったの、途中で。足ケンさんどこでゲーム超えて。僕一番最初に多分もう多分メンシノさんのバイタル情報間違ってて、僕最初の停電で死んでます。そうそう、ね。さんが最初に死んでんなったらずっと思ってたもん。え？嘘、団長じゃなかった？え、俺の視点団長だったけど。いやもうね、最初の停電前ぐらいからずっとラブカスが近くにいて、あ、これは口封じされると思いながら。ちょっと待って、俺自分の星見に行くわ。嘘、信じられない。俺今自分の目が。え？嘘嘘嘘嘘。やめてやめて。アーカイブ確認してもらう。いや、これは無理です。はい、じゃあ次行きますね。やったー。お願いします。